し。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。10月19日水曜日ですね。おお、これどっちだ。さっきね、来るとき反対から来たんで右に行こうか。これね、お米がほらすごく綺麗なお米があったんでね、ここはまだ稲刈り終わってないね。今ここはどこだか分かりますか皆さん。北広島町だと思うね。どの辺だと思いますか。八本松とか、ね、違うんですね。今日はここはね、黒瀬町に来てます。東広島市黒瀬町、黒瀬のね、のみおっていうところに来てます。のみお、はい、あ、なんか中途半端に刈り取られてますね、稲が。なんかファーミングシミュレーターのゲームでありそうな感じですね。途中まで刈り取ってそのまま投げてやるみたいな、現実にもそういうことがあるんですね、刈り取るときっていっぺんに刈り取らんのですね。さあ、もう時刻がね15時40分です。今からもうおそらく土場間に合わんので、15時半の筆着で今引き上げに来てました。15時20分頃入ったんですけどね、現場には。ちょっと廃材がコンテナの周りに溢れとってから、それ積み足したりしよったらこんな時間になってしまいました。これはどっちに行けばいい。左行こうか。なんか右の方が景色的にはね、風景的にはいいんですけど、方角的には多分左に行った方がいいかな。国道375号線に出たいんですけどね。来た方と反対向いて今帰るんでね。なんかナビで見たらね、こっちの方が、来た道の方がなんか大回りしとった気がしたんで、ちょっと帰りは反対から帰ろうと思ってチャレンジしとるんですけど、なんかすごい歴史を感じる橋がかかってますね、左側に。これはもう人ぐらいしか歩けんのじゃないかな。人も歩けるようなあれじゃないね。わっ、ここで右折した方がいいのか。まっすぐ行こう。まあ後ろ車来てないんでね、どこ、ちょっと若干右を見ながらね、右手がちょうど375になるんで、どっか広い道がないかなと思いながら走りおるんですけど、道がどんどん狭くなっていくねあらあら、もうこの辺の道はもうこれ抜け道っていうかね、ほんとこの辺に住んどる人しか通らんでしょう多分。30キロ規制なんでね、25キロぐらいで今走ってますけど。お、なんかちょっと広くなりそうな雰囲気。あ、出てきましたね、なんか通学路。ここで右折してみようか。よいしょ。さあ、黒瀬の小学生が、あれは6年生かな、ランドセル背負って背の高いお兄ちゃんがキーボーかぶってね帰ってますわ。お疲れさん。うちの子供たちも今下校しおるかな。ほんまね、元気に行って帰ってきてほしいよね、何事もなく。ほんとそれだけよ、願いはね。お、出てきました。もう目の前が375ですね。375で左折して、県道34号線矢野安浦線を走って帰りたいと思います。はい、じゃあビッグハウスのとこを左折、歩行者確認 OK。 久しぶりですね、この辺375を走るの。黒瀬言うても大体ね、
この矢野の方から熊野抜けてきて、この375を出る手前なんですよね、いつも行っても。そうで、この375を横切って、だからさっきはね、広島国際大学の東広島キャンパスがあるんですよね。あの辺の現場に行ってました。あの辺からピッと左の方入ってからね、現場があるんですけど行ってました。よいしょ。さあ、久々にこの走行風景から動画が始まりましたけど、歩行者なしと。ちょっとね、さっきこっち向かってくる時もクソ眠くてからね、めっちゃ眠たくなって、そう、もう今ガムがないんでね、ガムもコーヒーもないしね、あの龍角散の喉飴があるんで、ちょっと前喉痛めたでしょ、僕は風邪ひいとってから。あの時に買った龍角散があるんで、それ舐めながらね運転しよったんですけど、ちょっとガムでも買おうかな。ガムとコーヒー買って、もうね積み置きって言われたんで、さっきね、さっきそこビッグハウスのとこで信号待ちしとったでしょ、あの時ちょうど無線が入ってから積み置きって言われたんで、もう事務所に帰るだけなんで、今日ドバーがらんのんでね、ラッキーラッキー。ちょっとごめんなさいね、窓がめっちゃ汚いんで、今今朝水洗いしたんですけど、結局ね今日朝から石膏ボード2回運んだんでね、その処分場の方が、石膏ボード下ろすとこがもう粉がすごいんですよ。でも一瞬にしてね、真っ白血気になりましたんでね、はい、ちょっと窓が、日が当たったらちょっと窓の汚さが分かるんですけど、はい、ご容赦ください。さあ、この先ね、34号線出て右折したら、ちょっと行ったら左っ側にファミリーマートがあるんで、あっこでちょっとコーヒーとガムを買ってのこのこ帰りましょう。お、自動車学校だ。これはテクの自動車学校ですね。車使うてますね。プリウスね。まあ空が綺麗で、今日は秋晴れですな。秋晴れ、ほんと。今週は雨も降らんし、いい具合に1週間進んでますね。ここまで今日で半分、水曜日ですけど、あとは事故せずに事務所に帰るだけ。うわ、怖いな。ようこの細いチャリンコで走るよ、そんなスピード出して。ボルトが外れたらどうするんじゃろうって思うけどね、俺。あれ競輪用の自転車ねえ、ほんとかなりのスピード出てますから、あれ。競輪用のタイヤってどう、幅もう 1.5 センチぐらいしかないでしょ、多分。あれでよく走るよね、ほんと。この自動車学校は結構普通に円滑に進んでますね。あんまりのこのこ走らずに、交通の流れに沿って走ってますね。はい、巻き込み気をつけてね。左折気をつけてよ。言うとる俺も気をつけなきゃいけんけど。おお、さっと行ったね。そうそう、今日あのね、ばあちゃん家にね、ちょっとカレーとかね、インスタントラーメンが届いとるみたいなんで、おじさんから届いてるみたいなので、それをねちょっといただきに行きます。仕事が終わったら忘れずに寄らないけんわ忘れてそのまま帰りそう。なんかもういろいろ考えることが、やることがあったらね、ついつい忘れ物が出てしまいますよね。忘れ物、あとやることを忘れたりね。ほんとなんか巫女さんのクリーニングも取りに行かないけんしね、土曜日に。さあ、ファミリーマートがあるよ、ほら、はい、そう、この間ねご指摘いただいたんですけど、この歩道を横切ってね、コンビニなんかに入る際はしっかり一時停止してくださいねって言われたんでね、本当ね、しないといけないみたいですよ、うん、
よいしょ。ほぼほぼ皆さんしてないでしょ。俺も今までしてませんでした、正直。うん、あのもちろん人とかが来てたらね、自転車歩行者が来てたらちゃんと止まってましたけど、もう手前からある程度手前からね、その確認できとったら、人がいないの確認できとったら普通に徐行して入ってましたね。あれいけないみたいです。はい、よし、あ、バックでします、ご注意ください。ピピーピピーピピー、バックでします、ピピーピピーピピー、バック。買ってきましたよ。俺バカじゃけんね、ガム買うの忘れた。あら、電話じゃ。あ、茶前くんじゃ。めっちゃタイミングいい。今カメラ回っとるよ。今カメラ回っとるよ。カメが何？カメが何じゃない。カメラ回っとるよ今。あ、カメラ回っとる。うん。今黒瀬のファミリーマートでちょうどパン買ってから小休止しよったんよ。430休憩しよったん、430休憩を。ないよそんな。あ、ほんまね、今から4時間かけてゆっくり事務所に帰るけ、15キロぐらいで。だって430取ったんよ。俺も高田町来いと。今金井くん。今から山を下ろしてから、今やっと詰め終わったよ。あの足場の中にあるやつ。この間のボンのボン前みたいじゃん、ボンの最後の時みたいじゃん。お前は どうでも待っとくけ来いと。あ、ばあちゃんが。いや、わからん、なんか社長があるらしい。あ、ほうなんじゃ、うん、もう好かれとるけしょうがないね、ちゃまえくんが。まあ、待っとくのは、うん、母ちゃんかもしれんけど、うん、うん、もうどうでもあれだけ、うん、パンパンだけ来てくれって、誰になってもいいけ、取りに来いと。あ、ほうなんじゃ。頑張って。あ、もう、あ、それ言おうと思って。俺結局、あ、結構かかっとるね。2時間ぐらい。うん、1時間半積み込みに1時間以上かかっとるじゃろ。うん、1時間はかかってるね。ねえ。お疲れさんでした。もう全部足場の間に。ああ。詰めたってけさ。じゃあまた動画になるね、これが。うん、なるかね。わからんけど。なるんじゃない。あ、じゃあ撮る元気ないよな。もう撮る元気ないって、ちゃまいくん動画。じゃあ430しっかり撮ってから、高田町行ってきてください。ええ。俺150だけ。どういうこと？ 1 時間走ったら50分休憩する。だそうです。もう仕事になりません。確かにね、そういう時あるよね、でも。うん。腹下しとる時とかね。うん。くん、言っちゃった、今。ここモザイクしとかないけん。ちゃまいくんは、編集の時どうせモザイクするの忘れとんよ。そう、うん、まあちょっとまた後連絡するわ。うん、分かった。もう一走りするけ、430終わったら。うん、分かった。俺も仕分けして行ってくるわ。うん、おじゃ、うん、関東向けて頑張って。はい、はい、お土産買ってくるわ。はいはい、ありがとう。おじゃね、はーい。はびっくりしたね。打ち合わせも何もしてない。急にタイミングよく電話かかってきた。はい。今から茶前くんはね、高田町の方に行くみたいです。小原市、会社に帰るの7時半ぐらいになるぞ、多分。ね。はい。そんな中僕はこのタコスミートパンをね、優雅に食べながらコーヒー飲んで事務所に帰りたいと思います。ごめんね。うまそうだからさ、これ買ったんよ。そしたら、あの、目的のガムを買うの忘れてからね。いただきます。うん、うん、やっぱりちょっとピリ辛だね。うん、美味しい美味しい。うん、またパンが柔らかくて美味しい、これ。うん、茶前くんは150休憩取っていくっつってましたね。ただやっぱ150だったら、やっぱ高田町行くんだったら一回は挟まなきゃいけんですね、50分休憩をね。大変だこりゃ。うん。そうそう、よかったね。以前ね、結構視聴者さんで
また茶前くんとのやりとりが聞きたいですっていう方がいらっしゃったんでね、うん、よかったわ。うん、うまっ。そう、今日ね、動画撮ったんですよ。中華丼食べた、昼に中華丼食って、まあ普通に運転動画も撮ってやったんですけど、今日先にこっちの動画出そう。別に編集することもないし、うん、この後パパッと編集してからね、動画と動画をこうくっつけるだけなんで、僕は今日この動画を先に出そう。はいね、茶前くんには悪いけどさ、下手したら俺が動画アップロードしてそれを見ながら帰るようになるんじゃない、茶前くんは。7時過ぎとかに死んだような顔してね、うん、かもしれん。まあでも茶前くん今日それで歩合になっとるしね、うん、俺は今日歩合つかんかったんで、そう、朝からボード運んだんでね、うん、まあそういう日もある。多分あれで歩合ついてなかったらね、もう茶前くんほんとぶち切れると思いますけどね、うん、まあうまい、タコスチリソース味、うん、うまい。はい、じゃあもうこの後ねパパーッと動画編集してから出しますんで、また中華丼の動画はね、まあ明日かそれかまあ日曜日か出そうと思いますんで、うん、よろしくお願いします。ザ・エスプレッソオリジナル最高等級豆ブレンド、ね、ファミマルだって、ファミマル、これ93円でした。ここはエメマンは114円だったわ。その代わりこれが93円だった。うん、うまい。はい、じゃあ茶前くんね、ちょっとさっき電話中に俺茶前くんの本名を言ってしまったけど、そこだけちゃんと P 入れるのね、忘れんように編集してから、はい、この後動画出そうと思いますじゃあ本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。ウェズリー・スナイプスでした。